ちょっとお客さん、今貸し切りでさかい。なんだ。いや、わからねえ。すまへん、親分。そいつがどうしてもお風呂に入れろ言うて。入り口に貸し切りの札がかかっていたはずだが。そしたら、わしが風呂屋に来る前に知らせに来とくんやったな。わざわざ店まで来た客に帰れ言うんか。チッ、入るんならさっさと入れ。いつまでもそんなもん見せつけてんじゃねえ。サイの風呂屋言うのはお前か。とぼけても無駄やで。チーと調べてもらいたいことがある。何じゃこれ、このダフ、早く水で埋めんかい。おい、あ、どこの大将だか知らねえが、何をそんなにイラついてやがる。何やと。じゃあな。待てや、悪い。誰がイラついとる言うた。もう一遍言うてみ。誰がイラついとるって。手を離せ。遊びじゃ済まなくなる。へえ、望むところや。おい、少し騒がせ。ったく、参ったな、こりゃ。甘い。
悪い、何もいい。そいつはこっちのセリフだ。おい、冷た。お前らいい加減頭冷やせ。続きがしたきゃよそでやるんだな。おい、なんだ。これからいっぱいおごらせてくれ。おごられてやるよ。ええ。